はい、皆さんこんにちは、榊敦史でございます。なんか11時でございまして、あ、今日あれや、そのまだ株価下がってるらしいですね。800円安いとかいうのがさっき出てましたけど、ちょっと今見てみますね。11月1日の金曜日でございまして、日が照ってましてですね、今日ちょっと温度が上がりそうで、今日はあれですね、半袖でもよかったなと思ったんですけど、今日最近長袖になってて長袖を着てきました。まあまあ別にいいんですけど、814円安で来てますね。なんで下がってんやかようわかりません。株がね、どうだ、なんで今日はこうなんやって分かって、全部分かったら今頃でこんなところでペラペラ喋ってませんよ。もうハワイと海岸で寝てますよ、ほんまに。ドル円、昨日に比べて円高ですね。昨日153円だったでしょ、今 152.12 ですよ。円高はですね、株安、そうか、追てるんか、うん。でですね、昨日のニューヨークは別にそんなに大した動きないですね、マイナス378と。ですね、ビットコインがちょっと今日は安いですね、1000飛び56万ということ。原油高いや、70.53。原油高いは株安原因ですけどね。円が高いということは、ウォンも高くなっていていいはずなんですけども、ウォンはどうでしょうか。ですね。1377と、ウォンはちょっと高いですね。1380をですね、今日は一瞬、73あたりまでですね、押してますね。昨夜の部でも負けなかったみたいでございまして、1377でですね、まあ、ちょっと、まあ、今押し返されて1377で、1373ぐらいまでは行ってましたね。はい、行きましょうか。ですね、本題はですね、これですね、政治でございましてですね、ちょっと今1377.5だと、ちょっと今朝、今朝ですね、押し返され気味ですね。はい、でですね、本題は今日になってからですね、にわかにそのニュースにですね、玉城首相、玉城総理という文字が踊ってくるようになりました。まあ後で言いますけどね、石破さんが辞めないっておかしいんですよ、はっきり言うて。一番負けた自民党でしょ。んで、ちょい負けのですね、維新がちょい負けかな、ちょっと大敗とちょい負けの間ぐらいですね。普通に負けたのが維新は、ババ降りろっていう声が優勢でですね、と、降ろされるみたいですね、ババさん。降りひんって最初言ってましたけど、降ろされるみたいで、それで、普通に負けた公明党は、まあ当然党首が落ちましたから、当然辞任、そう、早速辞任は言うてる。まああれは当たり前っちゃ当たり前ですね。国会議員の議席持たなくても党首はできるんですけども、何かとですね、めんどくさいでしょ。国会出入りするのもですね、議員のお連れということで出入りしたんかわけだって。何かとめんどくさいわけだって。じゃあ、やめますって言って。でも公明党もですね、人材不足のようでございます。で、一番負けてるですね、大負けに負けたですね、自民党が、石破さんが、私は辞めませんって言ってる、お前な、みたいな。でですね、そこでですね、今一生懸命国民民主に粉をかけてるわけですけども、なかなか国民民主がですね、まあ、うまいですね、玉木さんね、首を縦に振らんわけであって。だって一層玉木総理で行くやないかというのが、メディアに出てきたわけですね。これはですね、現代ビジネスでございまして、週刊現代から来てる記ですね。財務省が玉城首相の可能性に顔面蒼白、消費税 5%、年収の壁、給食費ただ、高校まで完全無償化、やばすぎる大盤振る舞いに、死んでも飲めないと猛反発。楽しいやん、楽しいやん。年末の防衛増税の実施時期決定も来年度のプライマリーバランス黒字化という財政健全化目標の達成もみんな吹き飛んだ。レームダック政権の断末魔の、巻き添えをできるだけ食わないように守りを固めるしかないと。旧民主党への政権交代者2009年以来の自民公明両党の衆院過半数割れという事態を目の当たりにして財務省幹部はこう埋めた。石破首相は公示前の4倍に勢力を増やした国民民主党を取り込んで政権延命を図ろうと躍起の体だ。
自民、国民民主両党は10月31日、政策協議を開始することで合意した。首相が掲げた経済対策の裏付けとなる2024年度補正予算案だけでなく、25年の予算案や税制改正大綱についても協議するという。まあ、それはいいんですけど、その、玉木さん言うてるのはですね、103万円の壁をぶち壊して178万2千円とかですね、これだけで8兆円の減税なんですよ。で、他にもですね、高校まで無償とか、これも、でもほぼ実施してますけどね、高校まで無償というのは。でですね、ガソリン税軽減するとかですね、まあ、一番財務省がビビるのはですね、消費税 5% とかって、そんなことも言うてるみたいですね。なんでですね、それを全飲みしたら、俺はですね、あれ、連立組んだってもええでと。まあ、出ないと、国民民主に投票したですね、選挙民は納得しませんよね。全面的にこの国民民主の政策を受け入れるんであれば連立するしですね、しかも総理よこせということになるのかもしれません。おもろって感じですね。でですね、前のね、岸さんがね、要は基本的にね、財務省に操られていたんですね。だから増税メガネとか言われて、あれ低迷したでしょ。で、石破も実はね、財務省に操られてるんですよ。石破さんのいけないところはね、本人が自分で賢いと思っていてね、自分の頭でものを考えてるというふうに思ってるんですけど、実はちゃうんです、あの人は。この木を見て森を見ない、この部分部分だけ見て分かったつもりになってるんですね。でも実際は分かっていないわけであってですね、まあ操られてると言って、結果的に操られてるんですね。だから増税路線、かなという感じなんですけど、でこのね、玉木という人はね、これもともと確か大蔵省入省なんですよ。大蔵省と言ってた時代に、で割と若い時に辞めて政治家に転身してるんですね。だから財務省のやり口知ってるんですよ。知ってるからもう洗脳どころちゃいますよね。もうお前らの手口上がってるやん、ほんまにと。またどうでしょうと思ってんやろ、ほんまにと。もう見透かされてるわけですよ。OB だけにね。でもそんな奴がですね、仮に総理になってですね、ガンガン減税やられたらですね、財務省はたまりませんよね。でもやりそうです。どうでしょうね。11日に国会開くでしょ。それまでに、決裂したらですね、少数与党ということになりますから、ほぼ法案一つも通らんわけですよ。まあ、協力したら通りますよ。維新や民主が、国民民主が。まあ、でも、かなりやばいわけでしてですね、自民党はかなりこう譲歩しなあかんわけですよね。で、今、自民党内にもですね、国民の中にもですね、なんで石破が続けてんねんっていう、そういう気持ちがあるわけですね。維新の馬場も下ろされてですね、公明の石井さんは辞めるって言うてないかと。なんで石破だけ居座ってんねんと。あんまりかっこいいこと言うてないでしょ、石破はですね。かっこいいとか言えないですけどね。なんで早降りてほしいというのが本音でしょうね。なんで、もしかしたら玉木総理というのは あり言えますね。いや、その方が受けがいいし、多分すごい支持率上がると思いますよ。ほんで早めに解散して、次の選挙でまた党勢伸ばすみたいなですね。そういうことをやるんではないんでしょうかね。はい。ということで、一応この、現代ビジネスのですね、1ページ目を貼っときますんでですね、玉木さんの時代ですね、あと何ヶ月か何年かは、おもろっていう感じです。別に僕過ぎちゃいますよ、この人。信頼と信用以外何でも持ってると言われてる男です。はい、一応貼っておきます。皆さんどう思われてますか。